不協和音は大門武顕による日本の小説。2016年3月7日に PHP 研究所から第一作、不協和音京都、刑事と検事の事件手帳が文庫本で刊行された。短編連作形式で全5章からなる。全編書き下ろし。2020年5月19日には続編となる不協和音2円の刑事 vs 氷の検事が文庫本で刊行された。全4章、全編書き下ろし。不当な捜査により自白を強要したとして糾弾された元刑事を父に持つ兄弟が生き別れた後、刑事と検事として再会を果たし、互いの信念をぶつけながらも共に難事件に挑む様を描く社会派ミステリー。2020年3月にテレビ朝日系で田中圭主演でドラマスペシャル不協和音園の刑事 vs 氷の検事のタイトルでテレビドラマ化された。不協和音園の刑事 vs 氷の検事のタイトルで2020年3月15日にドラマスペシャルとしてテレビ朝日系日曜プライムで放送。主演は田中圭。原作では京都が舞台だがテレビドラマでは東京に変更されている。不協和音園の刑事 vs 氷の検事に関するカテゴリー。ありがとうございます。